はですね、タラの白子のグルノーブル風を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。まずはこちらタラの白子ですね。今日の主役のタラの白子、それと食パン、オリーブとケッパーですね。それとこちらが塩、ベーコンとポッカレモン、レモン果汁、黒胡椒、白ワインビネガーですね。それとこれがフォンドボーですね。それとバター、小麦粉、パセリですね。以上を使ってタラの白子のグルノーブル風を作っていきたいと思います。そしたらまずはじゃあタラの白子ですね、こちらを軽く水洗いしていきたいと思います。そしたら鍋にお湯を張っていただいて、ここに塩と白ワインビネガーを入れていきます。そしたらそこに先ほどの白子を入れていただいて、このまま弱火で5分ほど茹でていきたいと思います。そしたら白子を茹でている間にこちら食パンですね、こちらをクルトン用にカットしていきたいと思います。今日は耳は落としてあげて、で小さめに、はい、そしたらフライパンを用意してあげて、そこにバターですね、バターを入れてクルトンを作っていきたいと思います。そこに先ほど角切りにした食パンですね入れていただいて、この時の火加減は弱火でじっくりとこの食パンにバターを絡めていきます。はい、このぐらいのカリッとした感じになって少しパンに色がついてきたらバットなどに上げておきます。はい、約5分ほど茹でたら白子はザルなどに上げて水気をしっかり切っておきます。はい、それとベーコンも切っていきます。とオリーブですね、オリーブも小さく切っていきます。で、そしたらバットにペーパーを敷いてあげて、そこに白子をあげていきます。白子も水気はよく切ってあげて、水気が切れたらまず下味の塩を振っていきます。グリッコですね、こちらをまぶしていってムニエルにしていきます。こう茶こしなどでふるいながらかけてあげた方がまんべんなくかけられていいですね。はい、粉が全体にまぶせたらまずバターを入れてあげてよく熱して溶かしていきます。はい、バターが溶けたら先ほどの白子を入れていってムニエルにしていきます。さっとこう表面に焼き色がついてきたら白子は一度取り出していきます。はい、一度取り出したら今度はそこにまずベーコンですね、ベーコン入れていただいてよく炒めていきます。それとオリーブですね、オリーブを入れてまずよく炒めていきます。少し色づいてきたらペッパーを加えて、さらにそこにレモン果汁ですね加えていきます。それとそこにフォンドボーを入れていきます。それと刻んだパセリ、最後にそこにクルトンをすべて加えたらよく合わせていったらソースは完成ですね。そしたらお皿に盛り付けていきましょう。はい、そしたらお皿に盛り付けていきます。そしたらその上から先ほどのソースをかけていきます。仕上げにパセリをかけたら完成ですね。それでは食べていきましょう。グルノーブル風って言っても、まあ、ピンとこない方がいらっしゃるかと思うんで
フランスのローヌ地方の都市の名前で、クルトン、レモン、ケッパーを添える料理っていうのがグルノーブル風っていう風に言われています。なので今日は白子にクルトン、レモン、ケッパー使っているので、タラの白子のグルノーブル風っていう風に言った料理にしてみました。ではいただきます。美味しい。この白子のねっとりした感じとソースを吸ったクルトンですね、これがめちゃくちゃいいですね。それとレモンとケッパー使ってるんで、かなり酸味が効いてるんでさっぱり食べられるんで、白ワインとかとめちゃくちゃ相性いいですね。タラの白子が今美味しい季節ではあるので、ぜひ皆さん作ってみてください。クルトン、レモン、ケッパーを添えた料理のことをグルノーブル風って言ったりします。白子が濃厚なんですけども、ソースがさっぱりしてるんでめちゃくちゃ美味しくておすすめです。